ああ、いえいえ、あのこれですね、うん、あの9月にお借りになられたら期限っていうのは3ヶ月後ですから12月の13日なんですよ、うん、だから仮にこの日までは放っておかれても流れることはないんですけど、そうです、そうです、なのでただしこの間3ヶ月経っているのでお利息としては3ヶ月になるので、あのだから、もし打ち金されるんだったらこの13日にされた方がいいんですよ、うん、利息だけって、利息だけ、はい、そしたらあの9月の13日から10月の13日までの1ヶ月分入れていただく形になりまして、期限は1月の13日に延びます。そしたらもう一つ2つ払って、ああ、じゃあそれの 2ヶ月分ということで、はい、はい、大丈夫ですよ、はい、じゃあこちらになりますね、はい、で、あの打ち金していくこともできますので、打ち金は13日にされるとできます。13日の日に来ないといけないの方がいいです。あの結局この例えば今日されると、あの13日が結局2日に縮んでしまうんですよ。理解ができない。ああ、そうですか。いいです。すいません。ああ、ですね、打ち金するっていうのは元金が減っていく、あ、利息が安くなっていくということです。で、特に金額が張るので、そういった形で打ち金していかれると、あの、お利息も減っていくので、一応それをお勧めしています。はい。しないといけないわけじゃないんですよ。そしたら、それはいくらぐらいからですか。あ、1000円単位からできます。本当ですか。はい。なので、その、まずじゃあ今日は2ヶ月分で、はい、多分一番最初に説明をしていると思うんですよ。そうなんです、していただいてるんですけど、全然理解して、ああ、そうなんですね。あの要するに これです、これです。ああ、本当だ、大きく書いてる。いや、それはあのあれですよ、その、あのうちはただ利息だけもらえよって、そのうちはありがたいんですけど、お客様からしたら少しでも減らされた方がいいだろうと思って、あの、はい、そういうシステムをなるべく説明しております、はい、そしたら今日1万円入れるとかできるんですか。できますけど、この期限が要するに2日に縮んでしまうんですよ。11日も減るから、あの縮んでしまうから、じゃあやめとって、うん、そうです、13日、そうです、そうです、された方がいいです。で、例えば今日12日やったらまあ1日ぐらいやったらいいけど、今日わざわざ打ち金されるとかやったらここが縮むからですね、うん、だけどなるべく入れられた人同じ日にされた方がいいですよということです、うん、そうです、そうです、いえいえ、大丈夫です。それでほら、今日ですね、11月13日までお利息入れていただいてるんでしょ、はい、なので11月13日にもう元金に直接打ち金ができるんですよ、うん、11月13日にですね。そうです、そうです、そうです、はいはい、だけど12日でもいいってことです、ね、うん、だけどここが12日に減ります。だけどできれば13日に来られた方がいいです。13日、だけど入れられた日と同じ日に打ち金しに来られた方がいいってことです。すみません、しつこくてごめんなさい、うん、これが14日とかなったら、あ、そしたらまだもう1ヶ月かかるから、過ぎると打ち金もう1ヶ月分になる。13日にぴったり来ないといけないの方がいいです。いけないわけじゃないですけど、すみません、あ、その方がお客さんが、そうです、そうです、そうです、わかります。めんどくさい話はしてません、もうシンプルです、わ、はい、かりました、はい、だって入れに来られた日と同じ日ですから。あ、そしたら今度は2月の13日まで、あの、伸びます。そうです、そうです、そうです、わかりました、はい、なので、あの、お利息入りしていただければ延長できるんで、その期限を伸ばすことができるんですけども、あの、元金に打ち金していかれたらその分安くなっていくんですよ、はい、ですね、そうです、そうです、わかりました。だから、あの、1万円でも2万円でもですね、もうたとえ5000円でも入れておかれるとその分安くなっていきます、ね、はい、で、あの、いいや、私はずっと利息も払い続けたいとということであれば、別にそれはあのうちの方から、あの、絶対打ち切ってくださいということはないです。あの、減らされた方がいいだろうと思って言ってます。そうですよ、ね、はい、そうです。なので、あの、なるべく、あの、何ですかね、あの、なんかな、悪い情報は耳に入れない方がいいですけど、あの、なるべく一応話を聞いて、あの、考えてみようという癖はつけられることがいいですよ。じゃないと、あのね、考えない癖をつけると、やっぱそれは認知症のよ、あの、認知症の入り口ですからね、考えないっていうのは、めんどくさいって言ったら、あ、もうね、もうめんどくさいって言ったらね、またカーッって感じです。もう私の友人とかでもめんどくさいって言い出したら、あ、もうそれがね、もう悪いけど、あの、子供たち、自分たちの、あ、後々子供たちに迷惑をかける入り口よって言いますもん。うん、そうですよ、めんどくさいっていう呪文は使わんほうがいい。わかりました。あ、ちょっと待ってくださいね。はい、なので、1、2、3、4、5、6、はい、じゃあ2万7千円お預かりします。すいませんね、うるさいことばっかしよう。いいえ、ためになります。自分にカツを入れんとどうこうも。いや、そうそうそう、じゃあ自分にも言いよっちゃいます。
よか。でお返しが200円になりますね。すみません、ありがとうございます。いいお話聞いて。いえいえ、なので、あれです。なるべく打ち金していかれた方が、減っていくので。そうですね。手元に持っとくよりも、出した方がいい。そうです。そしたら、利息が安くなっていくので、元金が減るからですね。13日。そうです。はい、13日、もうそこ13日って書いてありますから。あ、それで見る。うん、そうです、そうです。そうで過ぎたら、まず1ヶ月分ってかかるから、だけ12日ぐらいに来られたら、期限が1日ぐらい減る分にはいいですけど、今日打ち金されるのはもったいないです。いざ出そうと思ったってもう1ヶ月分結局払わないかもなるからですね。はい、ありがとうございます、はい、すいません、はい、どうも。また分からない時はいつでも。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。お待たせいたしました。あ、すいません、お待たせしてます。はい、結構気の利いたバッグが安売りおりますよ。